ちょっともう無理。うわ、人面犬の強化か、てか怖っ。え、ぬいぐるみと喋ってんのこの人。さあこの後どうなんだろう。みんな揃ってますけどリビングで、え、まだ落ち込んでるの。あれか、キングオブバスターズなれへんかったからか。キングオブバスターズで失格になったこと、これは重傷ですよ。そんなに行きたかったか USA に。ん？ん？なんや。おや、この音は初めて聞きますね。確かに初めて聞くな。この音はバスターズ SOS、 バスターズの緊急事態にしか使われない緊急コードよ。どうしてふぶきちゃんはそんなことしてるんだ。そんなのどうだっていいでしょ。確かにアルバイトやのにマニュアルしっかり読むタイプ。とにかく、なんかとんでもない事件が起きているに違いないわ。お前ら緊急事態だ、すぐ司令室に集合しろ。集合する気ない。冬にゃん、ウィスパー、ふぶきちゃん以外集合する気ない。第10話、ゆけゆけ妖怪ウォッチバスターズ終盤戦かも。緊急事態であります。バスターズ、そういうのくる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 。待って、これ無限地獄のあれやん、BGM よ。ずらそげ、ちょっと違う、発生させるです。な、桜地よしだと。だが、今あの場所はキングオブバスターズの決勝トーナメント中のはずだぞ。お、会場現実か、会場のカメラ、会場か。うわ、なんか最強妖怪たちがダウンしてるやん。みんなどうしようとずら。あそこにいる、あそこにいるのは大会を勝ち抜いた、強豪チームばかり。そんな連中がいてなぜ。大佐の、バスターズ選手を送ってきてるのだ。そう、自分が救助しようされてるはずです。どうしますか。もちろん救助に向かう。お前ら、桜地をして急げ。了解。これババアンのあれどうしようかな。ババアン一回行っとこうかな。ちょっとこれ、うせやん。ババアン倒したらプリズンブレイカーのオーラゲットしちゃったやけど、せっかくババアンのオーラ消費しようとしたのに次プリズンブレイカーかよ。いや、もうさすがにこれはいらんかな。さすがにこれストーリーいくか。ゆけゆけ妖怪ウォッチバスターズ、ライバルたちを救助せよ。お、これあれか、夜のあれか。これ EX3 やんな、この右の奥のやつ。さあ行きますか。じゃあさあ何をしたらいいんや、救助っつっても。みんないで、どこにいるにゃん。おい、確かに誰もおらん。敵見つけた。武士ちゃんは、駅の南口で倒れているわ。南口ってどっちや。あ、いた。オッケー。まあ、武士にゃんやし、まあ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 、そんなすぐにしない。おい、ちょ待って、結構ダメージ、お、結構ごっそりいかれてんね、HP ね。結構ごっそり HP いかれてんね、武士にゃんね。ちょっと待って、危ない危ない、結構ごっそりいかれてる、思ったよりも。ちょっと待って、ちょっと、え、結構早い、早い、早い、早い。ね、こいつら。ミニマロン。え、何こいつら。初めて見る。なんだこいつら。ミニマロン。てかもう、ミニマロマン、ミニマロマンか。もうなんか、ウィスパーやねんけど。ほぼウィスパーやん。形がウィスパーなんやけど、これ。オッケー。まあでも、コマさん全体攻撃やから一気に処理できるわ。ほい。ミニマロマン。かわいいな、でも。見た目そんなに凶悪じゃなさそうだけど。まあ、こういうやつほど、あれなんやろな。凶悪なんやろな。こういう見た目のやつほど。そんなに凶悪じゃなさそうなやつほど。武士団救助完了です。オッケー。助太刀に感謝いたす。お前、来てくれへんか、一緒に。クソ、あいつ先に逃げた。ねえねえ、福北病院に救助対象発見。福北病院は北西よ、急いで向かって。了解です。はいはいはい。結構 HP 減るの早いねんな、救助妖怪が。お前戦えや。なんで戦えへんねん。なんかのあれか、力奪われてんのか。早早、削られ方えぐ。ちょっと削られ方えぐ。オッケー。でもこれちょっと待って、コマさん強え。コマさん強くないですか。コマさんマジ強くないですかこれ。これ全体攻撃アホ強くないですか。一気にしょれんねんけど。やばすぎ。さあ。このミニマロマン。一体何なのかよくわかりませんけど。これウィスパーやれんな、見た目が完璧に。完璧にウィスパーやねんけど、ま、別なん。ウィスパーとまだ関係ないんか。すまない、ブザマの姿を見せたな。あとは俺たちに任せるにゃん。お前でお前、オロチとあれなんか、キュービー。トモヨとかいつまでか友達になってるし。こいつ、なんか俺らのさ、バスターズのさ、本部までさ、わざわざ偵察しに来てさ、まあ来るまでもなかったかみたいな煽り入れてきたくせにさ、このざまかよ、こいつら。
ほんまに。俺らが来へんかったら、お前ら今頃死んでたぞ、全員。次、キュービね。遠いな、ちょっと遠いな、キュービ。あと、誰を助ければいいんや。あと、キュービとネタバレディーナも助けなあかんかな。あと、マオジしか。し。やばいやばい、結構行かれるやん。結構 HP ごっそり行かれんねんけど、マジで。は?キャンセルされた。最後や。HP 結構、ごっそり行かれる。はい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 。はい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 。チャージして、この最大チャージが、このチャ最大チャージめっちゃ強いから。一気に。一気に範囲攻撃で持っていける。強ー!コマさんマジ強ー。はい。オッケー。しかも一発。チャージは一発。マックスチャージ一発やからクソ強い。オッケー、ラストこいつか?ちょっとしっかり鬼玉集めて。あれちょっと待って。チャージできへん。殴ろうも。もう殴ろう。オッケー。助けなんて必要なかっただけどね。相変わらず積んでるやな。いやー、素直じゃないにゃ。お前や。別にお前無視してもよかったやぞ。救助は、駅の北口は遠い。北口は遠い。これ死んだらあれやんな、さすがに。救助妖怪、さすがに HP0 になったら終わりよな。さすがにミッション失敗よな。オッケー、じゃあこう人と使いますわ。はい、人玉乱舞で一気に全部処理していく。オッケー?ネタバレを超えますが、早く助けてあげましょう。確かにこいつネタバレしてくるし、助けんでいいか。どうしよう。助けた瞬間ネタバレしてきよったら。オッケー?ナイスナイス。オッケー。あとこれだけか?多分。あとこれだけや。いけ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 。はい、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 オッケー。ありがとう、リーナ。それでは俺にダブルショット。やめろ、お前。やめろ。次はさざみ公園で、マオジシが待ってるリーナ。あ、それはいい。お前、それはいい、あれやわ。それはいいネタバレやわ。これはいいネタバレやったわ。ネタバレというか、まあ、ネタバレなんか一応。なんとね。オッケーオッケー。マオジシ以外、あと助けるやつおるかな、この後。いや違うね、もうその時、その時、もうそろそろだよ。危ないよ。危ないよ、もう来てるよ、その時。はい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 。G 技の、はい、人玉乱舞。いいね。人玉乱舞もあれやからな。全体攻撃やから。オッケー。ナイス。あ、多いな。結構多いな。なんか、魔法術師だけ多くない量多くない?オッケー。え、これ押せるやん、こいつ。押し出せるやん。もうこいつ押し出せんねんけど、ほら。ほら。何者かに刀を刺されてしまい。うん、またそれか。お前ら一度帰ってこい。了解?いいとこに襖がありません。あは、ちょうど店の扉になってる。はい、脱出と。お宝発表。え?お師匠さん、お師匠や。大当たりで妖怪ゲットできた。久しぶりやな、大当たりで妖怪ゲットできた。なるほどね。ふう、なんだか他のチームの救助が完了しましたが、彼の話だと何者かに力を吸い取られたようだ。一体何が起こってるずら。ほう、力が吸い取られた。なんだなんだこれ。カツリカツリ、何者かに取られちゃいます。来た、ウィスパーみたいなやつ。あのゴーストバスターズの映画に出てきたやつ。最後ソフトクリームみたいな妖怪。ご機嫌でウィス。私はウィスマロマン。ウィスマロマンですって。どうも、この放送は妖怪ワールド中で流れてるみたいでありますな。早速ですが、私から皆さんにご報告があるでウィス。今日からこの世界は私が支配するでウィス。急。展開が急。こいつ何言ってるにゃん。ここまでは私の計画通りに進んできました。まずは妖怪たちに私特製のマシュマロね。なるほどね。凶暴な妖怪をたくさん作った第一段階。第二段階は、血の子三兄弟は水俣のうちに変えた犯人はあいつだったずら。凶暴化した妖怪たちと戦わせバスターズを鍛えた第二段階。はいはい。そして強くなったバスターズが大会に集まったところで、その力をまとめて吸い尽くす最終段階。結構計画的やんけ、ちゃんと。じゃあ全部の妖怪のあれか、妖力が吸い取られたんか。大会?それはまさかキングオブバスターズのことか。じゃあもしかして俺たちがあの時失格になってなかったから、なってなかったら、おう、じゃあプリズンブレイカー来へんかったら、俺らも吸い取られてたってこと?
他のチームみたいに力吸い尽くされて。あ、危なかったずらね。それに関してはプリズンブレイカーにちょっと感謝か。感謝感謝、またいっぱい食べたいな。たしゃしゃしゃ、ハッピースマイル。こうして私は、強大な力を得たのでミス。ここまで言えばもうお分かりでミスね。今の私を相手するということは全バスターと戦うということ。あ、確かにそういうことが。無難な抵抗やめておとなしく私支配されるでミス。こいつ急に出てきて、急にラスボスになって、急に世界を征服するっつって、すごいな、急展開すぎるわ全部が。ウィスバルマンなんて恐ろしいやつなのでしょう。さすがに私のクリソツナ、私とクリソツナだけあって、頭の良さも迫力負けた違い。あんなキモいやつの思い出なんかさせないじゃん。キモい。なんかショック。ここまではやつの計画通りだが、完璧というわけじゃない。さっきウィスマルマンの橋の中で一つだけ大きな間違いがあったな。やつは全てのバスターの力を手に入れたと言っていたが、違うずら、バスターズにはまだ俺たちが残っているずらよ。そうよ、なんでウィスパーとウリ二つなんかが分からへんけど、よく、よし、俺たちの力思い知らせてやりやんよ。でも俺たちだけ、だけであんなの門芸やつと戦って勝てるずら。確かに。え、なんだ、え、お前も、え、心配すんな、お前らこんなこともあるかと。まじ電磁妖怪だ、来る。あんな超ド級の妖怪を倒す超ド級最新兵器を作ってたんだ。何それ、めちゃくちゃダンドレーやん。だが一つ問題がある。こいつの完成にはどうしても必要なパーツがあるんだが、これが何度頑張っても作れんで、ほとほと困ってるんだ。そんな、こうなったら残された手は一つしかないな、未来だ。え、未来行く。この時代の技術で無理ならば、技術の進んだ未来へ行くしかない。え、やっぱ未来行くん。あ、雲外三面鏡の力を借りるずらね。雲外三面鏡で未来の世界に行き、パーツを手に入れて帰れば、ウィスマルマンを出す最強の兵器が完成にゃん。お前ら未来へ急げ。え、来た、やっぱ雲外三面鏡って未来行けにゃん。来た、バスターズ・ザ・フューチャー。もうやっぱそうやったな、やっぱそうやって、バックトゥーザフューチャーやったよ、あれ。なんか似てんなと思ってたよ、最初から。やっぱそうやったんや。うわ、すげえ、マジ未来都市や。あら、クソ系、クソゴミ犬や、クソゴミ犬や、ガラクタ犬。なんて、ガラクタマリや、こいつ。こいつマジゴミ。仲間になったらゴミ妖怪。うん。役立たず妖怪。ロボ面犬な。ちょで強くね。ちょで強くね。危ね。あ、こいつらを倒してパーツを手に入れろってこと？それまでずっと戦い続けろってこと？つら。マジ？つら。マジか、つらすぎそれ。落としてくれな。落としてくれな。俺一生帰れへんね、俺だ。なるほど。了解。一回ちょ、いっぺんにまとめてほしい、場所。そう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 。場所まとめておいてほしい。場所まとめておいて、オッケー。多分あの米爺は多分あれ、ちょ回復タイプやから、そんなに攻撃してこないと思う。ロボ面犬が怖いよね、正直。え、全然落とさへんやん、全然落としませんやん。ちょっと待って、マジこんなもん落とさもん、どこに。え、これ落ちるもんなんかな、落ちる系なんか。いや多分落ちる系よな、落とす系よな、さすがに。多分この感じ見たら先に進めそうにないもんな、だって。ずっとここで戦い続けてみたいな。バスター諸君、この私も力を貸す。ちょっと待って、ロボには F 型。誰ですか、この人。おい、てか、ロボリュウ君、俺、真打ちで会ってへんぞ。F 型に強化されたのだ。パーツを集め協力するぞ。なんやこいつ。急に協力してくれんねんけど。ロボには F 型。俺、真打ちですらまだゲットしてへんぞ。あの F 型リュウ君とか。メダルはあんねんけどな。俺、余計落ちメダルはあんねんけど、まだ解放してないねんな。ロボコマとか。ちょ、ロボニャ F 型って誰やねん。こいつ未来のあれか。こいつ未来のあれロボニャ。でも、ロボニャってもともと未来から来てたって時だけど、こいつの進化形態？ロボニャの。でも、ロボニャ確か真打ち出会った時さ、なんか私は未来からロボ来た妖怪だ。私は未来から来たロボ妖怪だって言ったから、そもそもあいつ未来、あれね、未来さんなんよね。こいつも未来さんなんよ。ちょっと待って、全然パーツ落とさへんやん。全然パーツ落とさへんやん。ちょっと待って、こんなパーツ落とさんもん。え、これ、ほんまに落とす？ほんまにパーツ落とすのこれ。俺が運悪いだけ？
それでも、あ、やっと1個や。うわ、やっと1個や。それではそのパーツならば最終兵器に使えるはずだ。ああ、2個や。一気に落としてくれた。もう、OK、これが未来の歯車するか。なんでこのロボを、なんでこのロボには F 型を助けてくれんやろ。こいつは何なんやろ、一体。あれかな、あの、バスターズの予選の大会でロボには戦ったやんか。あいつ言ったらさ、この F 型からしたら過去ってことやんか。あの時に俺らと戦ったから面識はあるみたいな感じなんかな。そういうことか。そういう解釈であってんのか。わからへんけど。ロボニャン強しかも。ロボニャン強。ロボニャン全然ダメージ食らってないねんけど。クソ強いんですけど。お前ら。ナイス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 。オーケーオーケーオーケー。ただ、なかなか落とさんぞ。これどういう感じや？やっぱ、運ゲーなんかな？それとも、落とすときはほんまにすんなり先みたいにススッと落としてくるのかな？オッケー？いやでも強えな、コマさんのね、全体攻撃がマジで。あ、これロボット系の妖怪全員じゃ出たんちゃう？これ。真打ちより先に、まさかバスターズで見るとは。バスターズで見ることになるとは。なんか真打ちで結構レアやった妖怪たちがさ、バンバンバスターズにさ、当たり前のように出てくるからさ、なんか、あれやな、変な感じすんな。ロボ面剣とかさ、このロボット剣とかさ、結構真打ちとかってレアやって。あと、花保人とかもさ、レアやったけどさ、なんか、普通に当たり前のように、なんか、雑魚敵として出てくんねんな。やっぱもう世代交代か。もうあいつらはレア枠じゃなくなっちゃったんやな。ロボ面剣とかこんなに出てくんねんもんな、ロボット系。ロボコマとか。まさかの、あ、待って、あとラスト1個や。よし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 。これ一気にさ、人玉乱舞でここ取れそう。よし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 。あ、来た、ラスト。オッケー、目的達成。ふすま出現。帰りますか、じゃあ。これもう用ないし、こいつらに。なんか、ありがとうね。ちょ待って。助けたから、これちょっと、これ、まずくね、これ。これ、助けて。これ、さしてくれ。ちょっと待って。これ、40秒このまま叩くのちょっと辛いで。これ、時間、危ねえ、なんか、ようわからんけど、ロボニャ F 型。なんか、助けてくれたわ。なんやったん、あいつ。なんで助けてくれたやろ。お前らよくやった。これでウィスマロを倒す最終兵器が作れるな。未来から回収したパーツはすでに電人親方に渡し、あ、早速最終兵器が作れるようにはっきります。完成まで少なくともあと半日はかかるようだ。それまでウィスマロンがおとなしくしてると助かるが、そうはいかないでしょう。早速最終兵器、やはりそう簡単にはいかないようだな。最終兵器の完成はまだまだ先。一体どうするずら。バスターズチームのほとんどがダウンしてしまった今、動けるのは我々だけ。なんかとんでもない状況ですね。いや、昔の俺っちだったら、得意逃げてるにゃんね。でも今はあの頃とは違うずら。逃げるわけにはいかないずらよ。激アツよな、よう考えたら。このメンツって普通に考えて、ジバニャン、コマさん、冬にゃんってもう人気妖怪トップ3じゃん、これ。さあ、妖怪ウォッチバスターズの出番にゃんよ。来た。お前ら成長したな。元落ちこぼれバスターズが世界を救うか。まさにビクトリアン。面白い展開じゃないか。だが今回のミッションはこれまでの中で最も危険だ。決して気を抜かず、お前らの全力を出し切るんだ。そして必ず帰ってこい。これが俺からの最後の命令だ。無事に帰ってきたら、その時こそお前らを一人前のバスターズとして認めてやる。来た。いや、さすがにでもこれ多分、一旦ね、なんか一旦そういう戦いにはなるけど、多分倒しきれへんと思うねんな、さすがに。来た。ウィスマロンを倒せ。え？もう倒すしかないんか、こいつを。うわ、来た。でかない。てかもうちゃんとゴーストバスターズやろ。あ、ゴーストバスターズでこういうシーンあった。こいつがラスボスか。クソでけえや。ウィスマロマン。さあ。どれぐらいでかいな、これ。ウィスマロマン、強敵だ、気を引き締めていけ。あ、でも雑魚敵なしの、もう、これ台湾か。ちょっと、場所が悪いな。場所が悪い。これどこや？ちょっと待って。これちょっと待って。場所が悪い。どこにいる？ちょ、そっちか。場所が悪すぎる。敵が増援してきたぞ。ああ、なるほどね。先に片付けてしまう。了解。
ちょっと待って。オッケー。勝てえな、さすがや。さすがラスボスや。そう簡単には。硬いですな。やばい、白壁が。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って、やばい。ちょっと待って、やばい。ちょっと待って、いろいろやばい。結構まずいな。ちょっと待って、順番間違いなのか。これ順番、これザコからやる。やっぱ、ザコから行こう。ちょっと待って、お前ら回復させたれ。復活させたれ。20とかやったで、確か食いじいと、タイちゃんのツボが20何ぼとかやってんな。20前半とかやってん、レベルが。で、推定レベルが40やったんよね。うん。ウィスマロ。だから、普通に上げてきたわ。うん。ババーン今、G ババーンとか、プリズンブレイカー倒して上げてきました。で、コマさん40、ムリカベ35、クイージー、35、タイジャのツボ39。29や。タイジャのツボがちょっとね、レベル低いから、ジミーのね、なんか、装備つけて狙われへんようにして、まあ、そこはちょっとごまかそうかなと、このレベル差を。って感じやな。これで いけるかなマジで。これ強すぎんねんけど、意味わからんねんけど、マジで。マジで強い、これ。こいつ強すぎる。オーラ発動、ジババーンへのダメージがいっても意味ないね。で、ちっちゃい、やばい。これで、ゆっくりね。で、ちっちゃいやつはしっかり処理していこう。ちっちゃいやつから処理していこう。9308? え ?9038? なんやその回復力は。なんかバグってんぞ、回復力が。その、ミニマロ。ミニマロ倒そう。オッケー、ワンパンね。ミニマロは、コマさんの Y のチャージでワンパン。それ、なんか、9387って何今、回復エグしたんやけど。いけるよ。ゆっくりね。オッケー。うわ、ちゃう。90と30が被っただけか。オッケー、じゃあ増援ね。増援は、チャージで。は?打ててないんだよ。ちょ、待って。オッケー。オッケー。ミニマロ。ミニマロやろ、これ。ミニマロから。オッケー、ナイス。よし。まだいるんか。まだおる。いいよ、でも削れてきてるよ。やばい。何これ。増援か。普通にシンプリズ。これ、チェンジして、無理壁。あ、人が溜まってねえわ。戻れ。コマさん持ってこい。やばい。いや、それはやばい。それは罪やん。それはこの間に、昼んでる間に回復させて、危ね。よし。死ぬなよ、もう。オッケー。ナイス。よし。いいぞ。オッケー。このままボス戦に行こう。行って。このままボス戦には移行せんよな、さすがに。え、ボス戦移行すんのかな、このまま。わからん。で、まだ、最終兵器できてないからさ、これで倒したとしてもさ、とどめさせるのじゃん。オッケー、ごめんね。やばい。叫んの優先。違う。ザコ優先。オッケー、ザコ優先。てか、なんならザコ狙ってたら、一緒に、巻き込み事故危ないで、倒せる可能性があるから。いいよ。オッケー、いいよ。来いよ。やば。こいつやばい。ちょっと待って、やばい。1ダメージがでかすぎる。半分ぐらい HP 持ってかないもんな。これ2発当たった時点で負けやもんね、これ。死ぬもんね、これ。増援。増援からやるぞ、増援から。オッケー。ナイス。いや、コマさんが強いから、ほぼ一発で持ってくる。敵、ザコ敵は。
増援は一発で持ってきるよ。オッケーオッケー、いいよ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 、もうあっちだったよ。このままこのまま持ってくよ。おい、来いよ。これな、このスタンプみたいなやつやばい。やばい、あぶねえ。はい、オッケー。ここ、はい、使います。人玉乱舞いきます。お、いいね。造園も巻き込んだ、一緒に。これめっちゃでかい。これやばい、これやばい、これやばい。あぶい。痛い。やばい。回復、回復、回復。フリーズ回復。ナイス、ナイス。これ入ってる？ギリ入ってない。オッケー、危ねえ。オッケー、増軍な、増援な、増援。増援、まず増援優先、増援優先。増援処理優先。で、増援処理優先やけど、一緒に、近くにいたら、一緒に、除去できんのも、ちょっと、やっぱ、コマさんの強いところ。これ、範囲攻撃マジ強えわ。おい、G 技来たぞ。ちょ、G 技来た。これ、G 技行こう。ちょ、どこ行くね、G 技。ちょ、待て、G 技。オッケー、来た。これで終わりや。おれい！人玉乱舞よっしゃー。は？は？は？何？何これ？何これ、キモ？何これ、キモ？え、これ帰っていいの？え、ちゃう、倒さなあかんわ。ウィスバロンが分裂したのか？え、これ倒さなあかんの？実はこいつらが本体やったみたいな。何これ、全員倒すんだ、了解？何こいつら。でもこいつら言うてそんな強ないから、ええねんけど。え、あれ？なんか分裂したんやけど、意味がわからん。倒したら分裂したんやけど。細胞分裂みたいな。あれ？なんかさ、15体倒さないかなに。こいつラストやろ？え？残す1体どこにいる？あ、そっか。なんやあの意味深に。いや、なんか怪しいぞ。あの1体だけ最後に出てくるってなんか怪しくないか、こいつ。なんやこいつ、え、怪しいぞ。ほんまに倒す、こいつ倒すだけでいいんか。ん、 HP がない。本体が、これが、これが本体か、もしかして。どういうことや、どういうこと、どういうこと、どこに行くつもり、これ、どこ行くんやこいつ。これ多分こいつ本体やろ、これ絶対。俺たちの攻撃が効いていない。確か HP が減らへんし、 HP バーがないんだけど。あいつ逃げるだけにはな、あいつなんやん、これ、こいつが本体じゃないか。他の奴らとは違うな、嫌な予感がするぜ。奴は絶対何かある。この、そのまま追いかけるんだ。大丈夫か、これ罠じゃないか。追いかけて大丈夫なのか、これ。これ絶対どっかに潜り込んで最終ボス戦みたいになるんかな、これ。どうなんや、これ。これ殴っても全然あれやし、鬼玉落とさないし、こいつどこまで行くんや。どこに行く？こいつどこに行くねん。え？どこ行くん？あなたどこ行きます？ん？町の外まで行った。は？ミニー。やだ、EX 方面、EX 釣り方面。逃がしが早すぎるにゃん。もう追いつけないにゃん。どうすんねん、これ。お前はそこで待ってろ。すぐに向かう。は？すぐに向かう。はい。なんぞら？どういうこと？ここで待ってろ。すぐに向かう。はい。これブリ隊長？ブリ隊長来た、まさか。ん？あ、ブリ隊長や。どうするつもりやねん、何するつもりやねん。え？え、でもまだ兵器できてなくない？え、まだでもできてなくない、兵器。倒しに行くんだ、このまま。こいつでも、車で引けんのかな？攻撃聞かへんのに。うわ、何やあれ。なんか、気持ち悪い。え、クソキモいんですけど、EX ツリーにめっちゃなんか、集まってきてんだけど、めっちゃキモいんですけど。何これ？何これ？ちょ、待って、何これ？何これ？ちょ、何これ？何これ？バスターズって言うの、みんなが。いいぞ、お前ら、ゾロは突っ走れ！は？何しに来たんこいつら。ここから3人でみんなでソウルを送るぜ。ちょっとね、これ今からボス戦もしかして。三の兄弟はみんな応援してるよ。ここが都会、都会ケバ。すごいケバ。最終戦のネタバレ。ラスボスの人はどうぞ。ちょっと待って。
ちょ、どうしたい、え、これほんまにラスボスなんこれ。絶対に勝つんだ。え、あ、もう、じゃあの、まだ力、私たちは、え、私はまだ力が出せない。高いレベルのお前ら、あ、戦えへんのか、みんな。今回は君たちに譲ってあげるよ。なるほど、みんな戦えへんのか。なんだこの激圧展開。みんな集まってきたんか。なるほどね、全部任されたんか、俺に。ネタバレ、そのネタバレだけ気になんな。必殺技だけ気になんな。あいつ、マオジシや。あ、じゃあ入ってもった。これマオジスとの会話じゃなかった。めっちゃ応援してくれるだけ、応援だけやん。めちゃくちゃ応援してくれるけど、ありがたいけど。一応弱小やったチームよ、これ。来た、これがラスボス戦？ほんまにラスボス戦な、これ。うわ、ほんまや、ラスボス戦や。は、どうしたんや、これ。これなんか使うな。この銃みたいな、なんか使うな、多分。みんな行くにゃんよ、オッケー。これちょっと、人玉ランク食らうかな？オッケー、食らってる。おい、ちょっと待って、BGM が神や。あ、なにこれ？ボーノ諦めたらそこで終了だ、もうの。おい！なにこれ？ボーノさんが。ちょっと邪魔やん、お前そこ。か、天才か、こいつ、神やん。え？じゃあ別に、クイジーと追うタイトルツボいらんっていう。は、なにこれ？ボーノさん、有能すぎん？え、なんか、あ、待って、ザゴ来てるわ。ミニマル来てるわ。ちょ、待って、BGM が神。おい、BGM が神や。BGM めっちゃええやん。おい、ボーノさんが強すぎる。おい！なにこれ？あ、じゃあこれ、召喚か。ボーノさん。ボーノさん、鬼有能なんですけど。やばい。いや、ちょ、死ぬもんだ。ボーノさん？ちょ、待って。ちょ、待って待って。ボーノさん、ナイス。オッケー、違う。ミニマロ。ミニマロから。とりあえずミニマロから行こう。で、ボーノさんの近く。お前らボーノさんの近くな。お前らボーノさんの近くや。オッケー。いや、やば。ボーノさん最強やん、これ。またか。また召喚したの、ザコ。ザコが強いのよな。あ、これ1体から、1体からランダムか。数は。ザコの数は。体力多いな、こいつ。タイジャー、タイジャー、ボーノさんの近く行って。ボーノさん？ボーノさん仕事して。ボーノさん？ボーノさん？ボーノさん？ボーノさん仕事してくれ。頼むわ、ボーノさん。ナイス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 。ナイス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 。オッケー。違う、そっちじゃない。ザコ。これザコ敵からひょっこん外れるの、ちょっと嫌だ。たまに外れちゃうのよ、ザコ敵から、ロックオンが。ボーノさん？ボーノさんどこ行った？おぉ！え？え？ふぶきだ！ふぶき姫ちゃんか？駆けつけてきたけど？ボーノさんがいなくなった？代わりに？これ回復まずない？いや、ありがたいけど。ふぶき姫がまさか来てくれるとは？言うて S ランクやからな。いったは？ふざけんな、こいつ。ちょ、やばい。やばい。これもしかしてブリー隊長も来てくれる説ありませんか？ブリー隊長来てくれる説。てか体力多すぎこいつ。ちょっと待って。こいつ体力多すぎる。BGM マジ神ここ。俺 BGM だけ聞いてるよこれ。これ塗り壁チェンジして人助かおう。OK。オッケー。で、コマさんに変えて、いや、バスターズのこの BGM 噛みすぎん？もうこのあの、声援のバスターズ適当すぎん。ワッサー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 こいつは全然ちゃんとバスターズって言ってないんだけど、てかいつの間にかフブキちゃん変えちゃったんやけど。ちゃんとしっかりした時間で帰るやん。ちゃんとバイト代しか働かへんやん。しっかりしてんな。おぉ、全然いいこと。おぉ、完成した。え、来た。そうな、B ランチャー。バスターズランチャー。ほう。電気の力は超圧縮したビーム発射できる。マジかよ。
だから発射の電気を充電しなきゃならん。なるほど。電磁波が充電してる間、俺があれか、要するにあれか、耐えろってことね。了解了解了解。ウィスマロンを遠ざけておけばいい。あ、真逆で戦えってことか。だってこれは、ちょっと待って。ひとさとで、全回復して、こっち来い、こっち来い。ウィスマロンこっち来い。え、どういうこと？向こう行かなあかんのか？え、どこや？これか。え、これ、ん？どういうこと？ん？なんだ？なんだなんだ？ちょっとよくわからへんぞ。いまいちよくわからへん。強力な技が来る。ビジランジャの充電があれでした。完了してんな。完了してるわ。こっ、だから、おびき寄せたいんや。ちょっと待ってや。ちょっと待ってや。いろいろとめんどくさいぞ。ちょっとザコ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 。ザコやれ、ザコ。ザコやれ。ちょ、じ。オッケーオッケー。いろいろとぐちゃぐちゃや。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ちょ、わからへん。ちょ、カメラが。カメラめっちゃむずいねん、このゲーム。危ない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 。ちょ、待って。大丈夫か？それ、電磁波親方。よくわからんぞ。ちょ、待って。まずこれ倒して。ちょ、じゃ、こっちおびき寄せやねんな。こっち来て、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 こっち。こっちおびき寄せよ。お前ら、こっち来いや、バカどもがよ。もう、なんなん、こいつら。お前らそこで戦っても意味ないやろがよ、バカ。ちょ、バカ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 。ちょ、待って、マジバカ。ちょ、ほんまにバカ。ちょ、待って、ほんまにバカ、お前ら。ちょ、ほんまにあかん。ちょ、ほんまにバカ。お前ら、ほんまにバカ。ちょ、ガチバカ、お前ら。ちょ、待って、よくわからん。ちょ、お前ら、マジでバカ。ちょ、マジでバカ、お前ら。ほんまに意味わからん。ちょっとー、こいつら、マジで、終わってるって。ちょ、言うこと聞けや、こいつら！おい！なんで最後にこんな息合わへんねん。終わってます。誰次？今誰が来てんの？わからん。いや、無理これ。え、今、どうなってんのこれ。何がどうなってるこれ。ちょ、待って、コマさんが来てんのか。ちょ、待って。ちょ、待って。いや、無理これ。いや、これ無理。もうコマさんで行くしかないのこれ。え、ちょ、むずすぎ。ちょ、きつすぎ。縛りプレイすぎん、これ。これ、縛りプレイすぎんか？はで、しかも、使えへんねんけど。これ、使い方がわからへん。それは、焦点するよな、すぐな。しゃあない。いや、無理やわ。無理、むずすぎ、ちょ、待って、これ、使い方がわからへん。天井やから、使い方説明しろや、これ。よっしゃ、戻ってきたぞ。ちょっと待って、電磁さ、使い方教えてくれん？あの銃の、電磁砲の、バスターズなんちゃら、何やったっけ？バスターズビームみたいなやつ。マジわからんねん、使い方が。不親切的やろ、お前。説明書置いとけ、バカ。なんか近くに行っても特に、なんかボタンが出るわけでもなさそうやったんよな。さあ。雑魚できますでしょうか？雑魚できますでしょう。まずはしっかり雑魚的処理。やべ、これ。通常攻撃弱え。よしよしよし。これカメラむずいねんな、バスターズ、マジで。で、カメラのせいでさ、敵に標準合わへんくってさ、コマさんの妖術入らへんみたいなことが多々あるから、しっかりカメラに標準合わせていかなきゃ。どうせ来るから、これ。はい。ぶっ飛ばして、いった。まあでも最初はほのぼのがいるから。まあここは余裕と。はい。さっき半分も切れてなかったからな、HP。相手の。でもバスターズ砲みたいなやつを使えば、絶対、結構楽に削れると思うんだけど、使い方が、わからん。使い方聞いてないもん。しかもなんか電池に放置しててもあんまりダメージ入ってなかったし、あれは別に、放置してても大丈夫ような気する。ん？ちょっと待って。OK？ ちょっと待って。そいつ、ザコ。OK。よし。OK。よし、来た、ふぶき姫。
吹雪姫は何をしてくれんや、これ普通に攻撃してくれんのか。普通に攻撃してくれてる感じかな。いった、は、あ、普通に攻撃してくれてる感じやな。はい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 、あ、やばい、これ死ぬ。人を使おう。 OK、 で人を使ってどこ行ってんの、ね、駒さん。 OKOKOK、 まず雑魚さ、しっかり処理、雑魚処理からのこう必殺技で人玉乱舞。これなんか真ん中がさ、あのなんかあんのよ多分、これ真ん中に見えない壁が、それのせいでちょっと動きづらくなってる、マジで。やっぱ入ってへん、うわ入ってんのそれ。これカメラ操作ができひんのよな、このステージな、多分そういう必要ないのな。さあ、そのザコマロンを、ザコマロを倒しつつ、ウィスマロンにもダメージを入れてて、オッケー、やばい、避けたい、それやばいやばいやばい、アイテム使おう。オッケー、回復使います。やっぱタイジャのな、タイジャのツボがね、ちょっとね、レベル低いからね、耐久も低いのよね、やっぱそれだけがね、ちょっと懸念点です。オッケー、ため攻撃、次こいつ、次そっちのザコ、オッケー、よし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 、それで、そのザコ、ザコ、ザコ倒そう、ザコ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 放置あかん、ザコ放置あかん、ザコ放置あかんって。いやー、まあまあまあ、しょうがない。こいつはしょうがない。タイジャはしょうがないね。ここここ、次こっから。ちょ、復活させたやねんけど、復活させたやねんけど、それで、ちょ待って。いや、いけるかな、これ。オッケー、間に合った。ちょ待って、やばい。ちょ待って、やばい。ちょ、もうこれ待って、これや。またこの感じや。やばいやばい、これ。ザコザコザコが次々と召喚されていく。やばい。無理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 。量が多い。やばいやばいやばい。ここで必殺使う、これも。オッケー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 。そうそうそう、 B でこれチャージ完了したから、でそっち行きたい。は？なんで長押ししてるやん、俺。ちょっと待って、なんか長押ししてんのけど、なんか解除される。ぶつかわす。別にこっち来てほしいねんな、正直。こっち来てほしいねんよ。待って、こっちこっちこっち。そうそう。で、これは？なんなんこれ？どうやって使うのこれ？あ、これどうやって使うの？わからんわからんわからん。ちょ、マジでわからん。これどうやって使うの？これ使い方教えてくれ。これ使い方がわからん。マジで使い方がわからん。で、まずこういった処理。これは？あ、あ、当たった！あ、当たった！よくわからん。マジでわからんかった。適当にやった、今。正直、理解してない。いや、でもこれ、いいよ、いいよ、ナイスナイス。ただ使い方がわかってへん。これまず、じゃあ次こっちやな。次こっちを引き寄せよ。ちょ、こっち来て、こっち来て、こっち来て。こ、なんでこっち来てくれへんの？こっち来て、こっち来て。まだこっち来て。ちょっとずつか。ちょっとずつ移動しかできんのか。雑魚敵まず倒す。まず雑魚優先。まず雑魚処理優先。お前らこっち来い。お前らこっち来い。お前らこっち来い。ちょ、待って、こっち来い、こっち来い、こっち来い。全員こっち来い。全員こっち来て。いや、こっち来いって！なんなん、こいつら！ちょ、マジでこっち来てほしいねんけど。な、こっち来てくれなさ、使えへんねんけど、こいつ。そうそうそう、ゆっくり、そう、そうそうそう。ゆっくりでは。早く来い、バカども。こっち来いで、おい。お前らがこっち来いかった。あいつもこっち来いやんけ、おい。おい、バカども、こっち来いや。まずはザコ敵から。全然こっち来てくれへんねんけど、なんなん、あいつ。溜めて、攻撃。ちょっと待って、マジでこっち来てほしい。こっち来てほしい。ほんまこっち来てほしい。絶対に違う方向行ってたしさ。こっち来てほしいねんけど。頼むわ。これ一つ使うか、これ。OK、全員巻き込みショット。じゃあこっち来よう、こっち来い。なんでそっち、なんか分からへん、もうこいつの動きが。まあまあいいや、ここ、OK。充電したし、ここ。
ん、これどうやってやったんや。これ真正面、こうこう、オッケー。真正面までこんな打てへんのか。オッケー、いいよ。了解了解。ちょ、待って、マジでさ、あの、後ろのさ、2個使えへんのゴミないけど、B ランチャー。もう電池仕事終わったやろ、絶対これ。あ、どこ行った？人玉ランブルで、こっち来てほしいねんな、マジで。ちょ、待って、全員こっちおびき寄せよ。全員こっちに連れてこよう。まず。ちょ、マジでさー、ちょ、マジでこっち来て。もうなんなん、こいつら。こいつらクソムカつくわ。おい、言うこと聞け、ゴミども。一回、ちょ、待って、一回これは、コマさんにして。ちょ、待って、ほんまにさ、あと、そっち行くなって、こっちに呼び寄せたんやって、お前ら。ちょっともう、もう、もう、なんなんこいつ。なんなんこいつ。なんなんこいつら、てか。なんでこっち来へんの？クソムカつく、イライラしてきた、普通にこいつらに。おい、ここまで一緒にやってきたけどよ、バスターズ。もう、お前らイライラしてくるわ、ほんまに。ここに来て。ラスボス手にして、あの、ギクシャクしてきた、関係性が。マジでムカつく、こいつら。なんでこっち来へんの？一人動かしたら、絶対さ、もう片方の奴らがさ、向こう行くのよ。意味がわからん、こいつら、ほんま。おい、ふざけんな。クソどもが、ほんまに。ここのランチャーしか使ってねえやんけ。おい、こんなに、あの、電池が、3箇所も充電してくれてんのによ、おい、てめえら。こっち来いや。いや、もうこっちでいいわ、じゃあ。こっち来て。こっち来て。で、これ放置してたらさ、だってさ、こいつ死ぬねんもん。普通に。こっち来いって、おい。なんや、こいつら。こっち来てほしいねんけど、マジで。これ、どうやったらこっち来んの？なんかないの？なんかこっち来いみたいな。命令系が。命令モードないの？命令モード。ちょ、待って、アホやろ。この人数アホやろ。ちょ、待って。人数アホやろ。あぶね、コマさんでよかった、マジで。もうええわ、もうええわ。もう、電人がここめっちゃ頑張ってくれてるから、もうここでええわ、もう。お前らもう、役立たへん、ほんまに。そっち行くんかよ、結局。行くなら行け、もう、じゃあ。行くなら来い。来い。行くなら来い。来い来い来い。来るならもう来い。来い来い来い、来るなら。近づけ。来い来い、来るなら来い。さあ、来い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 。来い、そう。また来るね。めっちゃ召喚するやん、お前。ランダムか、やっぱこれ数は。1体から？これ、ぶち込みたい。オッケー？え、ぶち込めへんの今の。え、待って、無理。ちょ。こっち来て。こっち来てくれ。ちょ、もう、こっち来てくれ。おい、お前らそっち行くな。そっち行くな、バカども。これ使おう。オッケー。ちょ、お前らそっち行くな。こっち来い。こっち来い。な、お前らこっち来い。こっちや。こっち。そう。全員こっち。そう。いいぞ。そう、いいぞ。こっち。いいぞ。こっち。こっち。その調子。じゃあ、あいつマジでこれバカが、おい。あのデブ早くこっち来いや。これらも行くよ。はい、オッケー。よし。ただ、こいつの大技見てない。こいつの大技なんなんやろ。終わり？あいつの出番誰？誰ですか？あいつって誰ですか？誰のことや、あいつの出番って。何の話をしてるんや。じゃあ、ちょっと倒せる、マジで。来たー、無理隊長ー。やはり、あなたが来てくれましたか。これ何これ。なんやこれ。バフか。バフかな、多分。
先生出すアップしろ。来た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 。よしよしよし、行くぞこれで。もうこのまま、このまま押し切るぞマジで。さあさあさあ、雑魚敵はまず最初優先、最優先、最優先事項。415やって、雑魚敵に。クソ強えやん。はい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 。さあさあ、溜めて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 。こいつ巻き込み、二人とも OK。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。ナイスナイスナイス。こいつ必殺で打ってこうへんな、相手。これ、打ってこうへんぞ。ないんか、あいつ必殺技。OK？ なんか大技的な、ドンドロみたいな感じの大技ないんかな、こいつ。なんか特定条件じゃないと避けれへんみたいな。いけるぞ、これ。いける。よし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 。これまず雑魚敵から。雑魚敵から。OK。いや、そっちじゃねえ。ちょ待って、雑魚敵。ちょ待って、なんか雑魚敵が消える。ちょ、どこ狙ってるかわからんわ、もう。ちょ待って。OK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 。よし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 。よし、あとちょっと、あとちょっと。雑魚敵が多いわ。多い、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 多い。出しすぎ、出しすぎ。溜めて。違う、そっちじゃない。いや、待てよ。なんか分からんわ、もう。もう、わよ、わが分からんわ、もう。これ、そう、分かった。これ、ジー玉取って。ジー玉どこや。おい、ジー玉取ろう。ジー玉取って。でも、ジー玉取って、これ、ひさだでフィニッシュ、これ。ひさだでフィニッシュ。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よっしゃ。ちょっと、強すぎる。意味分からん、もう。強すぎる。頭おかしい。むずすぎるし、あの、ランチャーの使い方全然説明してくれへんし。いやー、ぶんねー。いや、なんとか勝つさ。ほんまに終わりか、これで。え、まだ復活するやん。まだ復活するの。しぶと。風船みたいになってる、これ。私は不死身なのでウィス。そこまでだ。あ？は？なんかすごいの来た。これロボニャン？ロボニャン28号さん。なんで急にロボニャン？任せておけ。私に不可能はない。こいつなんで急に。ちょっと待って、なんで急に最後ロボニャンに取られなあかんの？見せ場。いや、かっこええけど。ちょっと、あれ？これ、これ、とどめジバニャンたちが刺すんじゃないの？ロボニャンなんや。とどめ刺すの。なんで？あはは、え、ちゃんと戦ったメンツが帰ってくんや。パッとせへんメンツやな。パッとせんへんメンツやぞ、これ。食い意地に、タイジャの壺に、無理壁にコマさん。コマさんぐらいぞ。主役張れんの。なんで俺、最後、ロボちゃんに持ってかれたん？え？終わっちゃった。ちょっと待って。最後、ほんまにロボちゃんに持ってかれたんやけど。え？ケイタとあれやん、フミちゃんやん。え、ちょっと待って、めちゃくちゃキモいウィスパーが、何これ。終わっちゃった。なんかあれやな、妖怪ウォッチ1と新打ち、初代と新打ちよりめちゃくちゃやったな、全部、何もかもが。なんか全部めちゃくちゃやな。あ、こいつプリズンブレイカーこうやって脱獄してたんや。このウィスパーめっちゃキモいねんけど。なにこれ、こいつめっちゃキモいねんけど、このウィスパ
ワードボスソーマーやん。これ今までの振り返りかな、それとも後日談みたいな感じかな。プリズンブレイカーとかに関しては急にできたしな、と前触れもなく。もうコマさんも特化かぶれになってる。あと正直一番ほんまにストーリー意味わからんかった。やっぱ2が一番ストーリー神やねんな。真打ちか、本家し元祖真打ちで言ったら、今俺がやった初代と真打ちとバスターズのストーリー見たら、真打ちがやっぱ一番ストーリー神やねんな。マジでバスターズのストーリー意味がわからんかった。まあだからジバニャンたちが妖怪のためのなんかそういうな、そういう団体を作ったみたいな感じよな。え、ウサピョンおるやん。ウサピョン一応これあれなんよな、ゲット組なんやけど、ストーリーはこれ多分さ白犬足りないよ。でもこのウサピョンがいんのよ、ずっと。これ白犬たやったらおらんのかな、このエンドロール、あのエンドロールにも。せっせっかしも意味わからなかったわ。すげえや、このすごい、もう最後の最後まで意味わからんわ。最後の最後までカブキロイド飛んでるし、もうめちゃくちゃや。絶対意味わからんわほんまに。え、うー、すべて覚えまねや。おエンドロールでなんかめちゃくちゃ出すやん。エンド、あ、いかかもねや。めちゃくちゃ出すやん。なんか、雰囲気的にはめっちゃスピンオフって感じすんな。妖怪ウォッチ初代と、か、あと真打ち、真打ちかな。その後のスピンオフ作品みたいな雰囲気するわ。妖怪ウォッチバスターズは。まあ、妖怪ウォッチってストーリークリアして後からやからな、本番は。うわ、あやとり様や。ちなみにこれ今撮ってる時は俺、あやとりさんまだクリアしてないからね。マジで歌詞意味わからんな。意味がわからん歌詞。どういうことだ、どういうことだ。これな、何こいつら、え、何こいつら、何これ、シシコ、え、何だっけ、あれあれ何だっけ、シーサーみたいな。これやっぱ一応あれなんやな、ケイタとかフミちゃんはいいんやな。これ妖怪だけの話やけど、一応時系列的にやっぱ真打ちの後か、真打ちのと、いや後かな多分、での妖怪だけの話臭いよな。なんかはあ、マジで意味わからんかった。ほんまにずっと意味わからなかった。え、ミスマルマンを倒し、すっかり次回の予告あんの。あー、こっからがやり込み要素、あ、やり込み要素かな。なるほど。いやー、まあでも面白かったけどな。